勝利を引き寄せるっていうことになるとしたら、そのご自身としてどんな状況になれば勝利を引き寄せることになると思われますか？Various flower arrangement artists and enthusiasts will compete against each other under the same conditions, using the same flowers, same vases, and pots within a predetermined time duration. Circumstances vary from competition to competition, but the basic rules are quite simple. The artist who impresses the audience the most will be declared the winner.またやるよ。あれ、うん、あれもちろんやる。あと新しく何か改善しなきゃいけないところもあると思うんだよね。今どこでも大丈夫。競技会上がりでダメって言われたものが徹底的な頭の中にダメが入るんですよ。それで本当にそこからパッと消してそれ以外のものを全部考えようとする。まあ私のスタイルとしては、まあ、極力シンプルでその持っている花の良さを最大に引き出したいという気持ちがあるんですね。どうもこんにちは。ありがとうございます。どうもありがとうございました。本当にウッドハウス屋敷に寝ててもその時の情景が浮かんだらもう目が覚めるもう本当それぐらい、やっぱりそれなりのその見てる人を楽しませるパフォーマンスであるとかスケールの大きさであるとかそういったことも踏まえて作っていかないと見てるお客さんの心は掴めないのかなというふうに感じましたね。リスクを犯さずに美しく自分の中で手堅く無難に生けられるような花に挑んだ作品で評価された作品は一つもない。花の生け手のいわゆるプライドとその今まで培ってきたものに対する自信とでそれを本当にもう全て出していただけるような結局やっぱ見栄えの点であの花以外のねでものでこう戦おうとはしてんだけど戦いきれないから、あのリスクと覚悟を承知の上でそれを、いやリスクも覚悟も別にそのままどうでもいいんですよ。はっきり言ってもうやっていいからやっちゃうでいいからではないですよ。やっぱり2回目の方が1回目の時よりも少し考えすぎたけど、心震える花っていうのは一体どこにあるのかっていうのかな、こう早くいいものを作ってこうなんかこの気持ちをちょっとこう解放したい。自分らしさっていうのはやっぱり大事にしたい部分だし、それはもう自分でしか生きれないお花の形であるし、いや熟知してるからこそ出る甘いみたいなのがあるんで、自分のリミッターをカットすればどうにかなるような気がして、気持ちハートをどう表現していくのかっていうんです。自分の中ですごい足りなかったなと、花材に対する尊敬、今までいないくらいのものを作って、一番はもうお客さんにそれを感じてもらいたいというか、今の年のベストなものを想像したいな、自分のスタイルをうまく利用しながら、その時に出会った花と向き合うのが一番いいし、なかなか見られないですよ、それ。僕の中のいわば一世代若い時の僕みたいな感じですかね。Basic rules are quite simple. The artist who impresses the audience the most will be declared the winner.